ハモニバス、ピンクバス日のポンチョワからモニバス、キバス日のリエッセワモニバスは大阪府貝塚市で運行しているコミュニティバス。貝塚市の補助により水間鉄道が運行している。2003年12月1日から運行開始された。現行の運行形態は福祉型コミュニティバスと路線バスの2種類からなっており、朝、夕の時間帯は緑バスのみ。 路線バスとして運行し、昼間の時間帯は福祉型コミュニティバスとして運行している。従来の水間鉄道バスの一部路線を代替したこともあり、西木地区を除いた市内全域を運行している。貝塚市が独自に給付していた貝塚市新進障害者福祉年金が国の障害者施策の展開により不要となったため、 その資金の一部を、貝塚市心身障害者福祉年金代替の事業補助金として、コミュニティバスを走らせたのが始まりである。当初は全バスが地域を幅広く巡回していたが、2011年12月1日から2014年3月31日までの実証運行で、各バスが地域の一部を一括して担う形態とした。また、路線バスの運行を開始した。 期間中と期間終了後に評価を行い、利用実績の少ない便やバス停留所については、廃止を含めた見直しを行うとしていた。翌2014年4月1日より、実証運行の結果を踏まえた本格運行に移行した。突起ある場合を除いて、福祉型、路線バス共通。緑バス、ピンクバス、オレンジバス、木バスの4コースがある。緑バス、ピンクバス、 オレンジバスは、貝塚市役所で相互に接続している。ハモニバスの車両イスズジャーニー工部に、車椅子リフト付き2020年4月10日まで2014年3月、末日まで2011年11月末日まで2011年12月1日の、改正以前は、以下のように、現行系統とは大きく異なる運行形態だった。なお以下では、貝塚市役所を奇襲点とし、 泉橋本駅前、西木の浜駅前、ドンマイ、私立貝塚病院、南海貝塚駅を巡回するコースを、地蔵堂方面、貝塚市役所を奇襲点とし、南海貝塚駅、第二中学校、久保神社前、私立貝塚病院、浜手地区公民館を巡回するルートを、久保方面とする。2007年2月末日まで2007年3月1日の、 改正以前は以下のような運行形態だった。ありがとうございます。